こんにちは、広島のラーメンおじさんです。本日は呉市の片隅にある呉市では珍しい魚介系のラーメンのお店を紹介します。水色のベスパが目印ですね。個人的には盛りそばの黒醤油がおすすめね。味で味変してみる。わんぱくな方には大盛りがおすすめです。